明治安田 J1 リーグ第22節鹿島2の0札幌6日鹿島スタジアム鹿島は MF 諸岡修正藤井智也のゴールで札幌を2対0で下した序盤から攻め込みながらもゴール前の精度を欠き嫌な流れで後半へ樋口雄太に代えてチャブリッジを投入し1トップにチャブリッジ鈴木優馬をトップ下に添えるシステムで打開を図るすると後半16分 待望の一点が鹿島に生まれた自陣からじわじわと敵陣へ前進すると、左に開いた安西後期が知念慶に戻し、知念から中央の鈴木優真へ。鈴木のスルーパスに抜け出した諸岡が右足で流し込み、先制点を挙げた。追加点のアシストも鈴木優真だった。後半21分、右に大きく開いた状態から鋭いクロスを中央へ。 藤井がアクロバティックな体勢で合わせ、チームの2点目を決めた。MF 佐野回修のドイツ一部マインツ移籍決定後初の試合だったが、佐野に代わってボランチに入った MF 柴崎学も随所に存在感を見せ、守備でも無失点。90分を通じて決定力に課題は出たものの、再出発の一戦を幸先よく勝利をつかんだ。